自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。さあ、一つ目、私はこちらの、ちょっとねワックスがかかった紐を使って、ブレスレットを作ってみたいと思います。いろんな色を用意してみましたが、こちらのねなんとクリップ、ハート型のクリップを使ってアクセントにしていきたいと思います。これとっても可愛いですよね。このクリップにしておくにはもったいないぐらい可愛いので、今回はそれを使ってブレスレットにしたいと思います。さあ、私は、今回この紫のハートに合う色をすでに、選びました。ピンクと紫、そして濃い、まあ紺色と言ってもいいんですかね、濃い青、紺色、どちらでもいいですけれども、その色を選びました。でそれぞれ結構長めに糸を取っております。同じ長さのものを1色につき2本ずつ切り取っております。こんな感じだから全部で6本ですね、6本あります。そして、1セットとして1色ずつピンク、紫、紺色を選びまして、手に取りまして2つに折ったら、それをこのハートのクリップの中心に通してしまいます。ここはちょうど紐の中心の2つに折った時のね中心です。さあ、ではここから、フィッシュボーン編みをしていきます。このようにそれぞれ色がね、このようにピンク、青、紫と同じ順番になるように整えます。では一番外にある、私の場合は紫の色を中に持ってきます。そして、内側にある隣のね紫をまた中に持ってきます。そしてクロスさせます。そしたら今中心に紫が2本きましたね。で同じことを、繰り返します。紺色を中に入れて、一番中にある紺色を中に入れる、そしてクロスさせます。次はピンク色、右側のピンク色を中側に折り込んで、左側にあるピンク色を中側に編み込みます。さあ、これをどん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 続けていきます。こうすることで、とてもね綺麗な模様がね出来上がっていきますよ。ちょっと最初は難しいかもしれませんけど、あまり緩まないようにキュッキュッと、詰めながらやっていくと上手に仕上がると思います。で難しい方はこのねクリップをですね、机のところにセロテープで留めてやるとやりやすいと思いますよ。片手が空きますからね。で同じものをこのハートの反対側にも編んでしまいましょう。先ほどね6本糸取りましたからね。さあ、ある程度編み上がりました。私はこの左側はすでにちょっと仮結びしましたけれども、これも取ってしまって、この私の腕の大きさに太さに合うかどうか今ちょっと試してみますね。はい、ぴったりです。素晴らしい、ぴったり。じゃあこれを取って2つ結んでしまいましょう。このねワックスの糸のいいところは、止めておかなくても十分にこの紐が硬いですので、ほどけてこないというところですね。これすごくいいところです。さあ、固結びをしてしまいましょう。で結べたらギュッとね、ほどけないようにギュッとしてもらって糸をカットします。チョキッと。さあ、ここからトリックですよ。どうやってこのブレスレットを留めるかと言いますと、このように簡単にクリップなので外れてしまうんですね。で先ほども言いましたが、このワックスの糸ですけど形状記憶のね性質があるので、このままほどけずに固まったままでいてくれます。そして腕に巻きつけたら、また元のクリップのところを通ってブレスレットを閉じてしまいましょう。なんとこのクリップがね可愛らしいだけではなく、留め具の役目もしてくれるという、なんとも素晴らしいブレスレットが出来上がりました。さあ、皆さんこれ親友とね一緒にお揃いでつけてみてはどうでしょうか。では2つ目、DIY のアイデアを紹介します。さあ、私がここに用意しましたのは蝶々のね形をしたリボン、長いリボンと、そしてこのお花たち
いくつか好きなものを用意してみました。これを使っていろんなねアクセサリーを作りたいと思います。そして私がよく使うのはこの、グルーガンですね。熱い糊が出てくるグルーガンです。では一つ目、一番大きいお花を取ってその裏側にグルーガンで糊をつけます。そしたらこのブローチのねピンをつけてあげますよ。これは100円均一ショップで買いました。さあ、グルーガンの糊を乾かしてあげるととっても綺麗なブローチの出来上がりです。二つ目、少し小さめのお花に糊をつけたらそれに私はこのピン留めをつけてあげます。とっても可愛いオリジナルのピン留め、ヘアアクセサリーの完成です。さあ3つ目、このね蝶々の形をしたリボン、これ私の DIY で、もう見たことあるよという人もいるかもしれませんが、これねこのように腕に巻きつけてあげましょう。でこれちょっとなんて言うんですかね、この友達の証と言いますか、そういう感じでお揃いでつけるととっても可愛いと思います。さあこの、小さなお花をこのリボンのちょうど腕を一周するあたりのところに糊でつけてあげましょう。ピトッと、じゃーん、可愛いですね。ピンク色が揃ってとっても可愛い。